こんにちは、トーマです。ドッカンバトルやっていきましょう。今回はガチャですね。ドッカンフェス、新しいやつが出ております。で、今回から10連回すと SSR が1体確定なのかな。10体目が絶対 SSR が出るということで、一番の狙いはもちろん新しいベジータ、これをね、なんとか70連80連ぐらいで1体でもいいから出したいなという感じかな。あとはピックアップされてるやつ、アルティメット孫悟飯、これもまあ持ってないんで欲しいかな。で、ジレンは持ってるけど今2凸なんで、まあ、2体出れば最高といった感じです。あとこの辺も持ってないんで、まあまあまあ1体出れば OK という感じかな。うん、頼むで。まあ、何よりもベジータでしょ。これをね、なんとか引きたい。行きましょう。よろしくお願いします。まあ、1体は確定なんで、もう10連の場合これ確定演出が意味ないかな。正直これ確定演出来ても2体ってことではないと思うんで、まあ、1体は確定だからね。さあ、まあまあ10体目なんでね。おお、いきなりこいつピックアップしてたよね。オッケー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 、いい出だしいよ。だいたいそう、トランクスもね一発目に出たから、まあ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 、あ、じゃあこれも2体確定だね。まあ2体かな。うん、まあまあこの辺はしょうがない。次かな。はい、あ、次か、この次か、早まったわ。はい、あ、でけえ。これはね、まあ持ってないからいいけど、大猿のやつか。まあ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 、まあ、とりあえずいいんじゃない ?SSR2 体だし。行きましょう行きましょう。まだ大丈夫まだ大丈夫。頼むでベジータ。なんもない。さあ、ちょっとね、これ多分70連回せると思うんだけど、1体も出なかったら足すまである。とにかくベジータが欲しい。あいつリーダーとしてはどうなんだろう、まだよくわかんないけど、サブとしてはすぐ使えるんで。おお、違うな。え、待って、これ違うよね、初めて見たわ。ちょっと待って待って、おお、違うよ違うよ、ベジータだけど、なんかこれよく見るベジータやん。新しいベジータなんかこういうこういうウキーってしてるやつだもん。あ、でも SSR 率は悪くないんやけどな。あー違うわ。ちょ、待って、ビルスって前のガチャかよ。さすがに前のガチャまである。あれ、まだか、10体目まだか、これ。次、いや違うよ。ちょ待って、なんか SSR はいっぱい出るけどさ、これ4体ぐらい出なかった。1、2、3、4体出たよね。4体出たけど全部ピックアップちゃうで。え、このベジータさ、ほら手がウキーってなってるでしょ。このベジータじゃないと。ベジータ違いだわ。いや、いいんだけどな、いいんだけど。次渋そうやな。次もしかしたら1体かもしれん、 SSR。 え、ああ、 OK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 。 SSR めっちゃ出るぞ、いいぞ。 OK、 ディスポね。 OKOKOK。 今ピックアップ2体やね。うん、もうこの辺はいいでしょ。うん、あー2体っぽいな。違うな。次8体目ぐらい、次の次かな、この次と見た。いや、だから違うでしょ。え、なんかさ、なんかさ、ピックアップこんなもんか、こんなもんか。まあ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 、ちょっとやばいぞ、早めにベジータ出しておかないと。ジレンも出てないな。あ、これパリンかな、まあ、あんま関係ないけど、パリンやね。さあ、3級ドラゴンボール、ラディッツ、フリーザ、誰だ、来た来た来た、ウキー来た、ウキー。よし、結構いいんじゃないのこれ、結構いいでしょ。これキラベジっていうんだよね確か。もう、え、これ何連目かな、50連目ぐらい。あ、ウィスや、もう、いや死ぬほど出たわウィスは昇竜祭で。よしよしよし、もう最低条件はクリアした。
あとは、でもジレンちょっと出しときたいな。ジレンじゃないな、それ。仮面のなんちゃだよ。仮面のサイヤ人。あ、でも持ってないな。あ、でも結構持ってないやつが出るな、今回。今で 162? あと30連か。まだ行くか。まだ参る。ちょっと、欲望じゃねえや。欲が出てる。おい。いや、でもやっぱり、SSR1 体確定はでかいね。ジレン1体出ないかな。もう潜在も79まで上げてるから、出てくれればすぐ入れれるんやけどな。そんなうまくはいかないか。あ、これ、初めての一体パターンか。まだ一体パターンがないよね。最後だけ SSR っていうパターンが。ほら、また出た。トランクスよく出るな。ほら、あ、アルティメットご飯。ちょ、待って、これいいんじゃない?来てるんじゃない?これ。あと、もう、ジレンと、誰だ?誰かぐらいやろ。で、これ最後で、最後でジレンじゃないな。ザマスか。あ、このザマス持ってないわ。持ってたっけな。ちょ、分からんけど。オッケー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 。結構来てるよ。これアルティメットご飯だよ。いいねいいねいいね。とりあえずあと20連か。ちょ、ジレン来ないかな。いいねいいねいいね。絶対10連で2体以上出てるから、まあ来てると思うんやけどな。チャンスやと思うねんな。あとジレンさえ引ければもういいんやけどな。ジレンか、まあベジータもう1体とか出ればもう終わるまであるんやけど。落ちてきたか。さすがに。あっ、うわ、3体いる。ピッコロかよ。ピッコロかんかい。こいつ持ってるわ。あ、でもやっぱり2体は出るな。うん、次の次ぐらいかな。次かな。ちょ、頼む。ジレンってなんかこういうやつだよね。あー、違うなー。あ、また出たわ。これアルティメットご飯だよね。あ、次か。あー、これ持ってるわ。トランクスよく出るやつな。どうしよう、行くべきか。ジレンは出なかったけど、ここでやめとくか。まあ、ベジータ出たしな。まあ、また回すときは動画で回そうかな。はい、ってことで、ちょっと悩んだんですけど、もうあとどうせ10連しか引けないんで、10連いっちゃいます。ラスト、欲を言うんだったらジレンかベジータ、もう一体。それは言い過ぎか。あ、パリン最後にふさわしいわ。もう単発で引くのがね、なんかもうもったいないまであるから。さあ、頼むで。1、2、3、4、5、6。うわー、最後一体か。あ、来た。いやー、でもちげえな。あ、こいついいんじゃない。なんか青髪って俺の中で強いイメージがあるんだが、これいいんじゃない。わからんけど、持ってないのは確実。青髪は全然持ってなかったんで。で、トランクスでしょ。あと、次かな?ジレン出ないな。あー、出ないわ。あー、最後、こいつか。なんて読むんだっけ?なんて読むか忘れたやつ。まあまあ、いいんじゃないかな。ちょっと最後、結果だけ。あ、シングルいっとくか。一回だけシングルいくわ。シングルじゃ出ないでしょ。おまけシングル。お、これはあれかな ?R かな ?R なんかいい。あ、SR だわ。まあいいや。はい、ってことで、70連かな ?70 連して、SSR が、これ1列5だから、1、2、3、4。ん ?4 じゃねえか。こっからか。こっからだから、15足す3、18体。70連して18体だから、悪くはないよね。とか、むしろいいよね、SSR 率は。で、何より、こいつが出たんで、OK でしょ。まあ、ジレン出なかったけど、個人的には満足かなと思います。あとね、新しい超激戦とか、Z バトルも来てるのかな。そういうのも、明日以降ね、また動画にしていきたいなとは思います。
はい、ということで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、そして評価の方ぜひよろしくお願いします。 Twitter のもやってみますので概要欄からフォローお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。